ちちまちままのコーナーナでございます今回は例の無料のビットコインです3月11日にスタートして今3ヶ月ちょっと回ったところなんですけども現在いただいたビットコインが右上0.00016004なんで1600円分くらいです <laughs> 3ヶ月で1600円でも全く何も払ってませんルーレットをたまに回すだけ、ね、で今回はね リワードポイントがなんと2万1861も貯たまったんですよねリワードポイントちょっとここに見てみましょうあなたがプレイする無料ビットコインロールごとに10ポイントの無料報酬ポイントつまりこれですねで紹介者がなんとかちょっと抜けときましょうでなんとか2万1861ポイント貯まったんですけどもこれを WOF に交換ってのはどういうことですかね WOF の意味がわかりません わからないんですけどもリワードポイントが2万ってことは多分これだと結構ねなんかもらえるものがありますねギフト券はもらえないかギフト券はさすがにもらえないか無料ビットコインボーナスは結構もらえるみたいですねああ<ー>これねポイント交換して無料の最低ビットコイン報酬を増やしましょう 各ボーナスは交換後24時間有効です。このボーナスは無料ビートコインテーブル内の最低賞金のみを増やし、基本方針のみがこのボーナスによって増算され、現在お持ちの他のボーナスに追加されます。意味がわかりません。まあでも、今持っている2万リワードポイントね、ルピーって書いてますけども、リワードポイントのことでしょう、うおそらく。これでなんか美味しいことがあるんだろうから、 これ680ぐらいを使ってね1000%ボーナスになるんだったらこれをやってもいいかなと思うんですけどもどうでしょうかねこれいまいち使い方わかんないんですけど調べておきましょうかはいで新機能リワードポイントホール・オブ・フォーチュンのチケットと交換しましょうってあります交換しましょうか今すぐクリックしてお試しくださいはいほう WO チケット数って書いてますね チケット1枚あたりのリワードポイント17ってことは17ってやったらどうなるのかな289リワードポイントが消費されるってことか<ー>でこの WOF をもらうとホイール・オブ・フォーチュンチケットかああなるほどね WOF ってホイール・オブ・フォーチュンなんだ<ー>運命のルーレットの回すやつかじゃあこれを、まあ、例えば10枚買うとすると 170リワードポイントなんで大した消費じゃないですね。とりあえずこれを10枚交換しましょうか。じゃん本日、あダメなんだ。1枚だったらどうかななんか1枚あたりじゃなくて、1日あたりに引き換えることの枚数ってのは決まってるみたいですね。1枚は大丈夫お、エクスチェンジ OK。はい。じゃあ交換しました。フォイルオブフォーチュンが回せるってことか。なるほどね。じゃあ、 一個しかチケットがないんで、一回回しましょう。ドン。どうなったはい。グッドラック。一回だけ回せます。おビットコインだ。え ?17 サトシ。たった17サトシ。でも、もらったことはもらったんだな、これでな。あ、増えてます。1 6ゼ0 4だったのが、16021になりました。確かに確かに ちょっとだけもらいましたもう一回クリックしましょうか。で、3枚買えるんじゃないのもしかして。あー、ダメか。ってことは1枚。もう一回1枚。えぇ、ー、!1 枚しかダメなんだ。で、この交換枚数増やそうと思ったら、ベティングオンエベンツをプレイすること。イベントにかける。で、 行かか。ない,といけんのか、えー、イベントにかけるやりたくないな。ええー。これ、これでしょ、要するに。これをやれってことだろ。だから、お金を使ったらお金を増やすチャンスをくれるよっていうことなんですよね。うん。なんでやらねえよ、本 <laughs> ほんと。うん。2500ファントークンを購入すると、 毎日4回の無料フォイル・オブ・オブ・スピン0%の金利ブースト全ての課金に対する0.02%のキャッシュバックが手に入ります<ー>なんかねこの無理やり日本語に翻訳してるんで意味がわかんないんですよねこれ医薬版のサイトがあったらいいなっていうかお前が作れって言われそうですねそうですね作りましょうかねうん現在5倍の報酬ポイントプロモーション実施中終了まで25時間 えー、プッシュ通知に登録して、プッシュ通知に登録するのはいいんですけどね、全然。登録したのかな、これで。今すぐプレイ。ああ、これか。これやりたくないんだよ、このブックメーカーみたいなやつ。なんだよ、これ。やらないぞ、絶対に。よし、今日はこれで終わりだ。ざまみろ。<laughs> はい、終了です。